について、ウサウラ試験やって、やっぱりよく取れた、やっぱりよく取れないというふうになってい、やっぱりは、よく取れない土壌というのを分析して、同じようなものを作って、少しちょっと変化をつけていくというような方法が、例えばよくわかりませんけど、よく取れない方が砂、砂の成分とか、石灰質の成分が非常に多いので、それを同じようなものを作ってみる。